1,2,3 箇所ぐらい、もうざっくりで。皆様こんにちは、ネイリストのコウエンです。今回はこちらのお爪にこういう感じのジェルを使って桜のアートを作っていこうと思います。では動画スタート。まずお爪の方はベースジェルを塗った状態からスタートします。最初に塗るのはこちらのベトロの62番、パールイヤリングっていう名前のピンク色のジェルです。ちょっとシアーな縦線のラインが入るようなちょっと塗りにくいカラーになっています。こんな感じでシアーなのでね、ちょっと程よいパール感が入ったジェルになっております。これを4本塗っていきます。こんな感じで、ちょっとね苦手な方もいると思うんですけれども、頑張って塗ってみてください。こういうパール感のあるカラーを塗る時のコツっていうのは、まっすぐにね塗らないとハケのラインがそのまま出てしまうので、ひたすらまっすぐ一筆で仕上げるというイメージで塗ると綺麗に塗れるかなと思います。そうそう、途中は結構ね雑にこう横向きに塗ったりしてもいいんですけども、一通り塗り終わったら仕上げに最後ハケのラインをまっすぐと下ろして仕上げると、パール感の輝きが綺麗に出ると思います。はい、では4本塗りましたのでライトで固めます。で塗ってる間にこちらの1本はトロの G の120番、ライトシルバー、これを塗ろうと思います。ライトシルバーを一色塗りします。はい、こちらもライトで固めます。はい、ライトで固めました。ちょっとライトシルバーだけ二度塗りしますね。このシルバーのお爪はしっかりと密度濃いめで今回仕上げたいので二度塗りしますけれども、お好みで結構ラメの透け感があるのがお好きな方は一度塗りでも大丈夫ですよ。ライトで固めました。ではこちらの4本のお爪に、タイダイ模様のようなニュアンスのデザインをつけていこうと思います。その時に使うのはこちらのココイスト125番、しっかりとしたグリーンですね。結構マットっぽいカラーなんですけれども、まあ、ポイントに使うのでそんなにマットでも問題はないかなと思います。これが桜のなんか葉っぱのデザインにいいかなと思ってイメージでこちらを使うことにします。あとはホワイトグラデーション、ちょっとまあこれも透け感のあるようなホワイトかなということでこれを使ってみようと思っております。クリアジェルを用意して薄く1回塗って、滑りを良くする感じですね、表面のを良くする感じにして、まずホワイトを 1,2,3 箇所ぐらい、いいですねこれ透け感あって、3箇所ぐらいにざっくりとのせます。その後グリーンをホワイトの周りに囲むような感じでのせます。でこれをまたトントンとぼかすんですけど、まあ筆にクリアジェルちょっとのせてもいいですし、あんまりつけすぎてもダメかなっていう感じなので、これでなんとなくぼかして、ちょっとグリーンが多いかなと思ったらこういったペーパーで拭き取りながらぼかしていきます。なんとなくさ葉っぱっぽく見えるように誘導してあげると、まあ、この後デザインがやりやすいかなと思いますけれども、もうざっくりで本当にここに緑色があればいいっていう感じでぼかしていったらいいと思いますよ。ホワイトはねこれグラデーションホワイトだからほとんどぼかさなくっても結構なんかいい感じになってくれそうなので、このまま放っておきます。ほとんど触ってない、こんな感じでいいと思います。はい、こんな感じでライトで固めます。はい、ライトで固めました。こんな感じです。次に
桜の花びらをつけていこうと思いますが、今回はこちらのダイソーで購入した桜のグリッター6 B セット、これを使っていこうと思います。今ねネットとかでもいろんな桜のホログラムっていうんですけれども、こういったものを売っておりますので、ダイソー行くのめんどくさいという方はこういったもの、似たようなものを概要欄に商品リンクを載せておきますので、ぜひご覧ください。でこの花びらでここに桜の形を作っていこうと思います。今ピンクでやろうと思ったけどホワイトに変更します。この中にピンクとホワイトが入ってるんだけど、ホワイトの方が目立ってくれそうなので、こっちのホワイトの花びらに変更しますね。この時に糊代わりに使うジェルは、粘度の高いノンワイプデザインジェルリッチブレストの商品を使っていきます。このジェルを糊代わりにこの表面にのせて、それでホログラムっていう感じでやっていきます。めちゃくちゃ可愛い。ホワイトにして正解ですね。はい、こんな感じでホログラム貼りました。ここにあと少しアートを足して仕上げようと思います。引き続きこのノンワイプデザインジェルを使って、この爪にちょっとアートを足します。ちょっとハケの筆圧が残るようなイメージで、グニャグニャグニャと、はい、これでライトで固めます。ここはあえて何もなしで仕上げます。この部分にこちらのアゲハのミラーパウダーでミラーアートを施していこうと思います。でこれねダイソーで買ったアイシャドウチップ、結構便利ですよ。これおすすめです。いろんな長さにできるの でこの部分にミラーをこすります。なんか下がゴールドだからちょっとぐらい飛び散ってもわからないかなと思って、ノーマイクにさしなきかなかったんだけど、下にちょっと荒れちゃうねだけどまあ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 許容の範囲内ということでお願いいたします。気になる方はノンワイプタイプのマットコートを一回してからこのアートをつけると飛び散りが気にならないと思いますので、丁寧に作り上げたい方はそのようにしてみてください。こんな感じで、あとここにちょっとキラキラを乗せていこうと思います。今回シルバー縛りということで、こちらのブリオン丸い玉ですね、ちっちゃい丸い玉をこの真ん中に乗せていこうと思います。見本を作るときはこの丸い玉、これまん丸の玉なんですけども、結構薄く仕上げるとこの玉だけがボコボコして気になるという方がいるので、サロンワークとかのときはスタッツに変更したりします。スタッツですと半球なので、スタッツで代用したりとかもしますね。まあ、見本で使う分にはすごくこうやったら可愛いので、見本の場合はねこれでアレンジして応用するっていうのがサロンワークとかでもよくやりますね。はい、こんな感じでライトで固めます。はい、あとはねここにちょっとパールを乗せたいので、何ミリぐらいがいいかな、あこれぐらいがいいな、ちょっとこれぐらいの、何ミリだろう、これも3ミリって書いてるけど1回ねぐちゃぐちゃになって混ざったから3ミリじゃないかもっていう感じのパールをちょっとアートの上にかぶせるようにして一粒乗せてみます。ちょっとだけここにラメ入れようかな、ゴールドシルバーのラメ、本当にいつもいつもごめんなさいなんですけど、同じラメ、これがお気に入りなんで、プレストのベストグリッタートリオの T1 ですね。これがねいつも概要欄に載せようと思っても商品リンクがないので申し訳ないんですけれども、この辺にキラキラっとあったら可愛いかなと思うので載せます。キラッとしてると可愛いので、本当に少し乗せます。はい、こんな感じでライトに固めます。あとライトで固めてる間に、今回使っている私のおすすめの筆を2本紹介しておきます。こちらがグラデーションブラシなんですけれども、幅広い面を塗るのにムラになりにくくてとってもおすすめのネイルプラネットのグラデーションブラシ。こちらが小さな爪とか幅の狭い面に塗るときにとっても便利なバイオスカルプチャージェルの
フラットブラシ、シャープ4番、こちらの2本を愛用しております。両方とも商品リンクを概要欄に載せておきますので、興味のある方はご覧になってみてください。では最後にトップジェルを塗ってお仕上げいたします。おすすめなのがこちらのアーニジのノンワイプシャイニートップジェル。こちらも概要欄に商品リンク載せておきます。サロンなどでも仕上げの時に私はこちらを使っておりますので、とってもおすすめとなっております。今回は簡単に皆様お手に入りやすいダイソーのノンワイプタイプのトップコートジェルを使って仕上げていこうと思います。はい、完成しました。こんな感じです。春におすすめの桜のアートが完成しました。では、今回使った材料のご紹介です。ベトロの62番、ベトロの G120 番。こちらはピンク色と、この120番はシルバーのカラーになります。あとはココイストの E の125番。これは花びらの横に葉っぱのようなイメージでカラーを使いました。あとはココイストの E の91番、ホワイトのグラデーションカラーになっておりますので、うっすらとした花びらのイメージで入れております。あとはアゲハのミラーパウダーシルバー、ブレストのグリッター T1、ダイソーで購入した花びらのホログラム、シルバーのブリオンとなっております。こちらの材料で、ネットで購入できるものは概要欄に商品リンク載せておきますので、ぜひご覧ください。本日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。